やつを買いました。ちょっと店内では2人とも緊張してたけど、パフクラッカー丸ごとこだから柔らかめのおやつ、バニクゴーゼ、それ硬そうに見えたけど柔らかい感じの、ちぎれる感じの、シニア用ね。あー食べたいね。なんかグルコサミンとかコンドロイチンとか書いてあったから、両方700円ぐらい。あとでね、あとこれはこれは人間用だって、かわいいこのアメちゃん、ね、一回行って食べようね。ベベン、パフクラッカー丸ごとポタカ、柔らかいのって教えてもらったんだよね。これはなんだろう、似合う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 気づいたよね、やっぱ分かってる、ハクちゃんが似合う。なんだこれ、なんだこれ、なんだ、はい、こっちはゴミでした。残念。あ、じゃあこっちだ。いい匂いする？ちょっとちょうだい。どういうこと？あ、ちょっと味見するか。うん。こっちだ。戸惑ってる。戸惑ってる。こっち？自慢の嗅覚で当ててごらんよ。お魚の匂いがして美味しい、パフパフって感じ。いや、はい、200人、ありがとうございます、君たちのおかげでした。だまさか取って食われるとこの場で食うと思ってた。おいしいね、ランタのお口にもお優しい、うん、柔らかめのおやつ、はい、届きました、いただきます。まだあります、バニクゴーゼン、これチョコの匂いではないな、こう硬い、ロイちゃん大丈夫かな、引き出るの、ちょっとずつ上げるしかない。あ、まあまあ、まあ、ちょっとお座りは、お座り、うん、どうですか？あ、ないないこと。びっくりしませんでしたか？びっくりしましたか？うち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 。はい、赤ちゃん。あ、うち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 。はい、どうでしたか？どうでしたか？200人。あらら。あらら。200人。あらら。うちうち。はい、うち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 。質問いただいております。食べ動画で大変なことは何ですか？どんな風に思ってるかなって分かんないところだね。寒いかなとか、喉乾いたかなとか。宿に着くと必ずしっこするからね。最初パンツしないともダメで。でも宿で一発目は。ダメダメ。それ魚くせ。美味しいごちそう食べ過ぎた時、ちょっと一回欠品になってごめんなさいってなったね。それは秘密。すぐ吠えるから食事がね大変だよね。お腹いっぱいにして連れてかないとダメだよ。他のワンちゃんいるところですね。他のワンちゃんに吠えちゃうところが一番ね。鼻くせ、口が。えこれはロン
ちゃん食べやすそうじゃない？おいちいおいちいって言ってる時はどこ行った？これから暖かくなるからね、またプールね、入れるところね。夏は暑さ対策を しっかりしていかないとね。茨城行きたいね、ひたちなかとか。ひたちなか一回二人とも行ってるよ。じゃあやめよう、また埼玉じゃない。草津行きたい。お仕事的に一泊の旅行だから、まあ、しばらくは関東圏の旅だね。一、うん、回くらいの旅行に行けるといいなっていう。なんでここ良かったよとかね、関東圏にあれば情報欲しいね、ロンタね。ないよ、ハクちゃん落ちてないよ。情報を求む、やんちゃ坊主だからね。やんちゃだからこそ旅に出てる姿を見てもらってみんな行ってほしい。少しずつ犬オッケーのお宿も増えてきてるから、もっと増えるようにみんなが行ってほしい。というわけで200人ありがとうございます。ありがとうございました。また300人になったらなんか買ってあげるね。頑張れ。一応1000人は目指して頑張ってます。バイビー。はい。毎週おやつが食べられただけでいいよ。